でも意外、いや結構ね、そう、新宿だ、うん、下北だの脱出ゲームとかも、うんうんうん、まあほぼ脱出できないの、ね、ああそう、もう最後は最後のそれ多分気づかなかった、多分、うん、あと30分あっても気づかなかったなとか、たまに、うん、あと3分あればいけたかもねなんていうのあるんだけど、だから、うん、あんまり脱出されてないんですか。いや正直脱出あんまできてない、あ、うん、チームワークが違うわチームワークじゃ。でも確かに難しいの、あそれは気づかないよみたいなことが結構多いの、実際下北とかね、新宿で行く時って何割、何割ぐらいですか、クリアする時って。2割いってないぐらいじゃない。えあ、脱出率、そうなの、うん、多分10回に1回ぐらいの感じじゃない、へえ、そんぐらいだね。そんな難しいんだ。難しい難しい。そしたら見つめ直す時かもしれないですね。何を、自分のやり方ね、やり方いやいや、でもなんだろう、ほら10人ぐらいで行くからさ別に俺がどうこうってあんま関係なかったり、いやみんな知恵を出し合うっていうことを覚えた方がいい、うん、いやもちろんそうなんだけど、正直ね、じゃあもう正直言うわ、その10人ぐらいで行く時って、はい、結構ほら脱出慣れてるやつとかいるわけ、例えばじゃあサバンナの高橋だとかね、まあなんか芸人の藤本っていう東大元東大のやつとかがいたりするんで、 あ、はい、うん、あいつら早いのよ、あこれこれコースね、コースでコースでって言って、俺が、ね、なんでそうなってんのっていう、なんかピーちゃん的な感じなのよ、もう俺より先にどん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 行ってるわけで、俺はピーちゃんの悔しさすっげえわかんの、なんで知らないうちに、だったらなんで俺にもっと優しくしてだからここだけは優越感に浸りたいわけよ救えない救えないそうそう、だからね、俺の戦力っていうのはあんま関係ないの、そうプライベートでどうのこうのは。それはだからあんまり、だからそういう人が多いとはあんまり成功率は、あもう当然、ね、クリアできない、下がっちゃうんだよ、うん、みんなが同じことを知ってるっていうのがもう一番最初のコツ。そうだよ、そうだ、でもほら、はい、邪魔するとさ、だからもううるせえなみたいな感じで、いやいやもうそれは後で説明しますわみたいな感じのことだったりするからさ、こっちはさ、おお前ほら手休まってんじゃないか、行けみたいなさ、もうヘッドコーチみたいな状況になってる楽しいのそれ、全然楽しくない、ちょっとなんか殺伐としてませんか。殺伐とはしてない、あ反省会は殺伐としてるよお前のあの一言でミスリードされたよねやばって言って、怖い怖い怖い、反省会はすんごい殺伐としてる、もっと楽しんでほしい、楽しんでほしいゲーム上田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 